まあ、相手リスナーだったけど不快になったって人もちろんいると思うけど、 PVP でやられてる側が不快にならないことなんて100億パーセントないからな。当たり前だけど、まあマジでお気持ち表明してくれてもいいんだけど、あ、まあでもちょっとお気持ち表明してほしいな。俺、お気持ち表明のコメントで俺の気持ちが変わるかもしれない。もっとお気持ち表明してほしいな。やっぱ俺道徳習わなかったからさ、他の人の気持ちわかんないんだよね。ちょっと道徳を解いてほしい。リスナーみんな、ちょっとお気持ちリスナー頼む、俺に道徳を教えてくれ。俺は道徳を教わらなかったモンスターなんだよ。教えてほしいな、道徳俺に。いやーちょっと心が痛いよ。道徳を知らないで、やっぱ人の嫌な気持ちを分かんないでこうするのよりも、やっぱ人の嫌な気持ちが分かって攻める方が気持ちいいじゃん。いや教えてほしいな、道徳。心のノート俺さ、給食の時間中にさ黒板に投げ捨てた人だから、ちょっとあマジで道徳分かんねえんだ。まあでもお気持ち表明する人が道徳教えれるわけないよな。道徳がねえからお気持ち表明してんだもん。すまんな、なんか無理なこと言って。ひどいよな、ミッチー、マジで。な、赤ちゃんに、マジで、早く仕事しろって言ってるようなくらい、普通にひどいことだからな。できないことを求めるって。本当にごめん、俺謝るよ。